今日はですね、甘酒をねめちゃくちゃ甘く作る方法ですね、特別にお伝えしていこうと思います。はい、べっぴんきでべっぴん大使鈴木ひろみです。はい、皆様甘酒甘くならないというですね、はい、お話が結構ね質問たくさん参ります。せっかく作ったものがね期待通りの甘さじゃないって結構ショックだなとね、うん、思いますよね。そうですね。はい、うん、でまあでも本当に甘くする方法がねありますので、今日はですね、うん、そんなお話をしていこうと思います、うん、ぜひよかったらこのままね見ていただいて実際に作ってみてね甘みを確認していただければと思います。はい、こちらのべっぴんきんチャンネルはですね、麹にまつわるいろいろなお話をしておりますが、はい、LINE公式ですね、お友達になっていただけますと今日から使える麹レシピをお届けしてますので、よかったらお友達になっておいてください。はい、でこちらのチャンネルはですね、麹にまつわるいろんなお話をしておりますので、今日はね甘い甘酒を作る船作り方ですね、甘い甘酒を作る方法ですね、はい、お話ししていこうと思うんですけれども、はい、他にもいろいろ動画がありますので、よかったらいろいろ見ていただければと思います。いろんなレシピからですね、あとは麹とか発酵とかにまつわるね疑問難問にいろいろ答えておりますので、ぜひ他の動画も見ていただけたらと思います。甘酒って手作りすると美味しいし健康的だしということで、あの皆さん作られてる方多いと思うんですけど、レシピ通りに作っても甘くならなかったっていう方のお話を結構ちらほら聞くんですね。はい、ではそこでこう今日はその甘くなるポイントについてお伺いしたいんですけれども、はい、そうですね、甘くなるポイントはですね、まあ、麹にあるっていうところもあるので、まあ、なんか作り方をね正しくしてて甘くならないんだったら本当に麹を変えた方がいいです。はい、で一番分かりやすいのはやっぱヨーグルトメーカーとか低温調理器とか、まあ、とにかくその温度と時間がしっかりと分かるもの、調整できるものでやるのが絶対いいです。それをおすすめします。温度は一定で、まあ、私たちはだいたい58度かなって8時間でやることが多いんですけど、まあ、55度から60度ぐらいの間ですかね、でのレシピがね多いんじゃないかなと思います、うん、はい、要はその保温して出来上がった後にもポイントがあるんですよね、うんうんうん、はい、そうですね、まずね皆さんが帰ってくるお時間の前にその保温が切れないようにしてほしいっていうのがあって、帰ってくる前の2時間前とかに終わっちゃうと温度がどんどん下がってきちゃうので、そうするといろんな菌が繁殖しやすい温度帯になっていっちゃうので、まず帰ってくるまで58度を保っておいてもらえる時間に設定してからお出かけしてください。で、出来上がってたら、出来上がったものをすぐね、粗熱を取って冷蔵庫に入れるということをしてください。ポイントは、帰ってくるまで温度が58度であること、出来上がったらすぐ急冷して、で、冷蔵庫に入れていただくことになります。なんかね、疲れちゃってたりすると、うん、ね、寝落ちしちゃって、起きた時にね、甘酒が終わってたらすごいショックじゃないですか。そうですね。せっかくね、美味しい甘酒食べたいと思ってたのにね、ちょっとやっぱり味変わっちゃうので。変わっちゃいますね。はい、もうね、見えない菌たちが、あの子たちを餌にしているのよ、みんなっていう感じなので、はい、負けないようにすぐにね、はい、菌たちに食べられるもんかと思ってですね、皆さんね、はい、すぐ冷蔵庫に入れてください。はい。はい、先ほどの、麹っていうところなんですけども、うん、麹の種類について、はい、教えてください。はい、そうですね、麹はね種類っていうと乾燥麹とか、ね、生麹っていうのを皆さん聞かれたりもするんですけど、乾燥麹と生麹であんま比べるのあんまり意味がなかったりとかするんですよね、まあ、皆さんが一般的に手に入る麹って、まあ、お酒造りをしてる麹、うん、酒蔵さんの麹か、あとは味噌蔵さんとかの麹かなと思うんですけど、まあ、それだと本当に最終ゴールが違うじゃないですか。でお味噌はですね、大豆をね分解するので、やっぱりタンパク質しっかり分解する酵素が入っている麹を皆さん作られるんですね。で日本酒を作るときはタンパク質分解酵素ってほとんど意味なくて雑味になるとも言われているので、お酒用の麹は本当にすっきりとした甘みが出るような感じになっているので、甘酒だけ作るっていうことを考えるんであれば、その酒造さんの麹の方が甘酒作りには適しています。で私たちが作っている糸結び麹はですね、お家でお料理としても使うので、特にアミラーゼだけではなくって、タンパク質分解酵素も両方入ってた方がいいというふうに思って作っている麹になります。しっかり甘みはね出ますので、うん、はい、ご心配なくぜひぜひ召し上がっていただければと思います。やっぱりその甘いっていうところになると、
黄白米の甘酒で、白米で作る甘酒が一番甘いです、はい。でまあ、その栄養素とかね、そういうものを考えたら、まあ、玄米だったり麦だったり黒こしだったりとかっていうのもすごく魅力的な栄養素ね入ってますので、はい、そのあたりは見ていただくといいかなと思います。はい、もうご飯も入れて作った方がいいでしょうか、それとも入れなくてもいいですかっていうご質問よくあると思うんですけれども、うん、甘くするにはどちらがよろしいですか。はい、甘くするにはですね、麹側の酵素量にも、うん、関係があるんですけれども、なので私たちが作ってる糸結び麹はご飯が入っても全然分解能力があるのでバッチリ OK なんですけど、ご飯を入れてもあんまりその酵素がないとお米分まで分解できなかったりするんですね。そうすると逆に甘みが弱くなる可能性もありますので、はい、まあ、それで皆さん食べてみていただいて、うん、通常だったらご飯入れた方が甘いんですけど、どう使いたいかによってもかなと思います、うん、はい。もしご飯を入れてって言った時はですね、うん、お米の種類、うんうん、玄米とかいろいろあると思うんですけれども、はい、そちらについては関係しますか。そうですね、白米が一番甘くなるのは甘くなります。そしてですね、白米以上に甘くなるのが、もち米、もち米ってもちもちしてるじゃないですか、うん、あれの方がそう甘くなりますね。あとはもち米が炊くのわざわざっていう方は、もしあれば切り餅、うん、切り餅をですねブロックにして切っていただいて、ちょっとねレンジ嫌な人もいるよねレンジ OK な人はレンジに入れていただいて、レンジ嫌な人はちょっとなんかフライパンにちょっと入れていただいたりとかして、なんかそのちょっとビヨーンってなった感じビヨーンってなった感じを、うん、はい、一緒に入れていただいて、同じご飯のところを切り餅に変えればいいので、うん、レシピは同じで大丈夫です、はい。その分量でやっていただくとむちゃくちゃ甘くなりますね、はい、はい。世界一甘い餅甘酒の作り方というところですね。生麹150g、そして切り餅ですね 100g です。はい、そしてお水は 120g、はい。通常のはね、この切り餅の 100g のところがご飯になっています。はい、同じようにやっていただければと思います。このお餅を使ってね、甘酒を作っていきたいと思います。まずはね、お餅を、はい、開けていただいて、でこれをね8等分ぐらいにしていきます。硬いよね、硬そうですよね、硬そう。うん、あ、でもね結構切れますね、はい、よいしょ、あ、カーンってカーンっていってますね、はい、はい、8等分いけましたね。はい、ではねお餅の方カットしましたので、こちらにねお水を入れてレンジでねチンをしていきたいと思います。お水はですね120ですね、お餅は 100g 入ってます。はい、ではこれでレンジでチンしますね。はい、ではレンジでチンした後ですね、ここからはですね一生懸命混ぜてトロトロにしていきます。おい、頑張って混ぜて混ぜてね。はい、お餅がね残んない方がね食感的にはねいいですよね。混ぜたいと思います。頑張れ頑張れ。はい、ではヨーグルトメーカーの容器に入れてですね粗熱ね取っていきたいと思います。はい、いきます。よーん、やっぱり容器がねあったかいとねなかなか冷めないので、冷めてる容器にね入れていくとね早いかなと思いますので、ここをねめんどくさがっちゃうとちょっと酵素が失活したらねちょっとショックですよね、だいぶショックですよね。心配な方はね温度計とかさしていただいてもねいいかなと思います。温度計さす方はね70度以下になってれば大丈夫です。すごいお餅なのでね固まっちゃうとねまた扱いづらくなるっていう感じなのでね、よいしょよいしょ、固まってきちゃいましたね。はい、はい、どうだろう、だいぶ冷めてきたかな。では一応ね温度測っていきたいと思います。刺していきますね、どうかしら。40度、42度、見えてるかな。46度、47度、
お、温度下がってきましたね。47度なのでね、大丈夫そうなので麹入れていきたいと思います。はい、では麹ね入れていきます。麹は 150g ですね。これをね入れちゃうとちょっとネバネバしちゃいそうなので、よいしょ、はい、麹をねすっかり入れました。こちらの麹はね生麹をね使っております。乾燥麹でもね大丈夫です。こんな感じでねお餅と麹をうまく混ぜていきたいと思います。よいしょ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 、すごいですね、お餅ねっちょりですね。はい、もうなんかもはやなんだろう、納豆に見えてきました私この糸引きがすごい、よいしょすごい、餅つきしてるみたいになってきましたね。はい、お餅ちゃんたち美味しい甘酒になってくださいねと。ね、やっぱりね餅はねもち米なのでもう全然甘さがねすごく甘くなりますね、普通のご飯よりも。なので甘みがたっぷりなので少量でね甘みとしてね甘味料として使っていただくこともねできますので、ぜひぜひねいろんな形でお餅甘酒ですね使っていただくといいかなと思います。できましたのでこちらヨーグルトメーカーの方に入れていきたいと思います。はい、はい、完成です。餅甘酒完成いたしました。はい、はい、ではこちらをね食べていきたいと思います。かなりですねやっぱりこうねっとりしてる感じわかりますかねお餅が原料の餅甘酒なのでかなり濃厚な感じです。うん、めちゃくちゃ甘いですね、めちゃくちゃ甘いですこれは本当超お砂糖としてもすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、ぜひねお餅余ってる方は餅甘酒作っていただいてお砂糖代わりに使っていただいてもいいかなと思います。かなりかなり甘いです。うーん、甘い、本当に甘いです。全然ご飯で作るよりも甘くなってますね、まあ、もち米なのでね甘み成分がねやっぱ強くなるんですよね、分解された時に。はい、なのでぜひぜひ余ってるお餅がありましたらもち甘酒作ってみていただいてお砂糖代わりにねお料理に使ってみていただけるといいかなと思います。はい、ということで今日はですね世界一甘くなる甘酒の作り方ですね、はい、お話しさせていただきました。そう、アイスね、甘酒アイス今回いろんなところで出させていただいてるので、まあ、それでね同じように甘くならなかったとかどんな甘酒使えばいいですかみたいなご質問がねたくさん来てましたので今回はねこんなお話をさせていただきました。はい、よかったらね他の動画もいろいろ見てみていただければと思います。はい、こちらのチャンネルはですね毎週水曜日朝6時20分からライブ配信をしております。はい、ライブではね一緒に何か作ろうということでね一緒に作っておりますのでぜひよかったらライブもねご参加いただければと思います。ライブのご参加方法はですね、LINE 公式でですね毎週日曜日にですね今週の水曜日何を作るよっていうのとねあとレシピとあとは何用意してねっていうのを送らせていただいてますのでよかったら、そちらを見てですね一緒に参加してください。はい、ライブのところにアーカイブが残ってますので今までどんなことライブでやってるのかなっていうのもねぜひ見ていただくと一緒に朝からいろんなものを作ってます。はい、ということで今日もありがとうございました。皆様素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね。ひろみさん作り棒いただきました、ありがとうございます。だし麹を作りました。はい、何にでも使えて便利です。はい、便利ですね。一番使うのは納豆に入れてます。なくてはならない、はい、麹調味料となりました。はい、主人に長生きしたいなら麹調味料食べた方がいいよって言うと食べます素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしすぎますね、はい、長生きしたいなら麹食べてねっていうのをね、はい、ちょっと皆さんの合言葉です。合言葉で皆さんぜひ使っていただいてね長生きしたいなら麹食べてね、ぜひ皆さんお使いいただければと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。